ました。これなんか配信されてれば、なんか一人見てるっぽい。なんかこれ配信中とかっていうのを、なんかツイッターでつぶやくといいかな。配信中ですって、ちょっと今、ツイッターでつぶやいてみる。あ、なんか3人ぐらい見てるっぽい。よいしょよいしょ。こんな感じ。これで真ん中ですね。そっちでも流れてる。どうも皆さん、こんばんは。人文 TV というのをやってます、倉崎です。まあ、これは、また改めて動画作るんですけど、今、この、唐谷公人さんの、哲学の起源の、動画を作ってるところです。前半が、ピタゴラスについての内容で、後半がソクラテスについての内容になる予定です。まあ、これに関する話を、まあ、ちょこちょこしたいなと思ってるんですけども、その前に、まあ、なんか、最近買った本の、なんか雑談とかをちょっとやろうかなと思って、持ってきました。最近、ちくわ学芸群房になった、この、目の神殿っていう本。これ今、読んでるんですけど、まあ、本当にすごい面白い本で、まあ、この北沢典明さんっていう、美術史家の方なんですけれども、まあ、なんでこれ、読んでるかってなると、昔、言論にいた、黒瀬洋平さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が、福島第一原発観光地下計画展みたいな展覧会やってて、その展覧会についての文章で、当事者の美学っていう文章があるんですね。で、その中で、まあ、この、目の神殿とかを参照しながら、まあ、高橋由一について、文章を書いたり、してた論文があるんです。で、まあ、高橋由一っていうのはすごい面白い人で、まあ、この人をめぐって、例えば、黒瀬洋平さんと浅田彰さんが、論争したりもしてたんですけども、まあ、この本でも、まあ、すごい、いわゆる美術史的には大変正当な高橋由一解釈、この螺旋天画角構想の話とかっていうのが書かれてて、まあ、ここに書かれてるような話を、やっぱすごい、まあ、カオスランジっていうグループは、参照して活動してたなっていうのを、まあ、読んでて、改めて感じました。まあ、とはいえ、本当に最近は全然、その、現代アートの最新の動向とかっていうような関心がすごい薄れてて、あ、なんか結構コメントが来てる。あ、こんにちは。あ、目の神、こん、こんにちは。目の神殿です。目の神殿、すごい面白いです。読んでください。まあ、そういうなんか、こう、最先端の、その現代アートの動向とかっていうね、関心がやっぱ急速に薄れちゃってて、昔の、面白い、現代アートとか美術史のテキストを読むみたいな方向に関心がいっちゃってるんですけど、まあ、まあ、黒瀬さんはやっぱり優れた、美術に関する文章の書き手で、まあ、それを読者にも面白く伝えるっていう、技術も長けてたので、まあ、そういうのがなくなっちゃって、ちょっと、最近は、むしろ過去に向かってるっていう感じです。まあ、口コミ学文庫、こういう、面白い本がどんどん文庫化されているので、これからも注目していきたいなと思います。あ、山野日常さん、こんにちは。これ、あ、これ、シェノーさんだ。シェノーさん、久しぶりです。で、まあ、唐谷さんの、本の話をしようかなと思います。まあ、この哲学の起源、なんか哲学系 YouTuber の方で、すごい、あ、お久しぶりです。すごい有名な方が、まあ、唐谷さんってこの哲学の起源、これに書いているような、まあ、哲学史っていうのは、まあ、専門家からすると本当に、
何のエビデンスもないもので。あ、山本圭さん。こんにちは。どうもどうも。いや、川の絵借りたいですね。そうそう。で、この、哲学の起源っていうのは、そうそう、アテネの、まあ、だから、ノートミ・ノブルさんのことですけどね。まあ、ノートミさんからとかからすると、もう本当に何のエビデンスもなくて、まあ、哲学史としては、読む価値のないものだっていうふうに批判されているのは、確かなんですけど、国分公一郎さんとかが、この哲学の起源を、評価するときには、文芸批評家としての体の力が、いかんなく発揮されているみたいな言い方をするんですね。だから、これはやっぱり文芸批評なんですよ。このプラトンのテクストを、まあ、なんていうか、まあ、唐谷さんの言い方をすると、プラトンのテクストの可能性の中心っていうのを唐谷さんが読み込むっていう形で書かれたのがこの本です。なので、哲学史の研究書っていうよりは、やっぱり批評なんですね。で、そういうふうに読むと、やっぱりこれすごい、面白い文章が、いっぱいあります。まあ、唐谷さんって、やっぱ、文章がやっぱすごい上手くて、まあ、文章が難解だっていうふうにいろんな人が言ってるんですけど、僕で言うか、分からないのは文章難解というか、文章がなんか上手すぎるっていうのが、重要なのかなと思ってて、つまりなんかその、やっぱ読む人からするとすごい論理の飛躍があるって感じるんですよね。こことここの間に突然ポーンってなんか飛躍がある。例えばなんか、まあ、体にさんというか、まあ、ポストモダニスト一般によくある話ですけど、例えばなんか突然量子力学とかがポーンって出てくるんですよね。なんて言うんでしょうね。例えばなんかその、こうアリストテレスの話から、ポンとこのような観点を決定的に粉砕したのが量子力学であった、みたいな。それのなんかこう、何やこの飛躍はっていうふうになっちゃうんですけど、まあ、まあ、僕らからすると、まあそういうのはすごい面白いんですけど、まあ、そういうのがちょっと批判されたりもするんですね。でもまあ僕からすると、体のやっぱ文章がうまいというか、勢いがあるので、この飛躍を飛躍と感じせずに、読ませる力がある。その辺が、唐谷さんの文章のすごい魅力かなというふうに思います。で、例えば唐谷さんの文章はやっぱクリアで、例えば二項対立がパーンとあって、その二項対立を、まあ、A っていうかあって B があって、で、A は B より列位に置かれているけど、実はそうではないので B の方が優位であったみたいな図式自体が、その根っこにある A' に支えられているみたいな、こういう論理展開のこう展開するスピードとかがすごい速くてうまいっていうのもあって、そういうのも唐谷さんの文章の魅力かなというふうに思います。で、この哲学の起源でいうと、まあ、すごい重要な対立構図としては、まあ、哲学の起源って、一般にはソクラテスだというふうに言われているんですね。一般的には哲学の起源というのは、アテネ のソクラテスに始まるんだというふうに言われているんですけど、そうじゃないけど、哲学の起源というのは、むしろイオニアのピタゴラスなんだっていうのが、この哲学の起源の、まあ、なんかこう、点灯というかね、面白いところだと思います。で、そこで、で、アテネの、ソクラテスではなくて、イオニアのピタゴラスである。そして、プラトン、ソクラテスの哲学を、文章の形で後世に残した人ですけども、このプラトンの哲学っていうのは、実はソクラテス自身のものではなくて、ピタゴラスのものを受け継いだものなんであるっていうのが、この哲学の起源の、主張です。で、まあ、これが、こういうのが結構、驚き、まあ、読んでいて驚くような記述がいっぱいあるんですけど、まあ、これもだから、やっぱり、唐谷さんの読み込みですね。哲学史的には、まあ、ノートミさんによれば、やっぱりいろいろ批判もあるところです。で、何の話をしようとしてたのかな。まあ、例えば、この哲学の起源の読みどころというか、なんで体にが、なんかギリシャ哲学やねんみたいなことを、結構みんな思うと思うんですけど、結構体さんは、マルクス、その可能性の中心とか、あとトランスクリティークとかでも、まあ、マルクスの文章をいっぱい書いてるんですけども、マルクス自身が、まあ、これでも参照されてますけど、どこだったかな。まあ、マルクス自身が、まあ、その学位論文で、書いてるのが、まあ、彼は学位論文でデモクリトスとエピクロスの差異を論じたっていうふうに書いてます。このマルクスの学位論文、デモクリトスとエピクロスの差異、これは、カルタニがずっとマルクスその可能性の中心とか、トランスクリティブとかでずっと参照している論文で、まあ、デモクリトスとエピクロスっていうのは、ずっとカルタニさんが書いてるんですね。
で、この辺の問題意識、つまりここに、いわゆるその自然の決定論的な世界観の中に、偶然性を取り入れたのが、エピクロスなんだ。まあ、これはクリナーメンという言い方をしてますけども、まあ、この辺の話はずっと楓さんが書いていることで、ギリシャ哲学を参照するっていうのは僕はまあ、マルクス由来なんだろうなと思います。で、まあ、マルクスが、なぜ過去の哲学者を論じたのかっていう話もトランスクリティックでは論じられてて、まあ、結局、過去のテキストを読むっていうのは、現代の問題意識を、そこに読み込むことでしかないのだっていう話がトランスクリティックでも、論じられてましたけど、まあ、今回、唐谷さんはそれを、この哲学の起源ではギリシャ哲学に関してそれをやったんだろうなっていう感じがします。まあ、ちょうどこの哲学の起源を書いてた時っていうのは、これ2012年かなに出た本ですけど、連載自体は、2011年から連載されてた文章で、ちょうど反原発デモに参加しながら、この文章を書いたっていうことが書かれてます。実際、まあ、デモの経験っていうのが、この哲学の起源に、すごい反映されてるんだなと思います。まあ、具体的には、この哲学の起源で論じているソクラテス。ソクラテスは、アゴラで、いろんな市民と議論したんだっていう話をしてますけども、まあ、それは、デモで、唐谷さんが街頭に出て、まあ、有名な、この社会は、まあ、デモで社会は変わるのや、社会、デモで社会は変わる。どういうふうに社会が変わるかというと、デモができるような社会になるのであるみたいな、ああいう演説しましたけども、まあ、こういう演説の他にも、実際、市民とその場で、いろんな対話をされてたっていう、そういう経験が、この哲学の起源の、ソクラテスの描写にも、まあ、現れてるんだろうなと思います。で、結構なんかこの哲学の起源でギリシャ哲学について論じたのはすごい唐突であるみたいな話はいろんなところで言われてたんですけど、ここで言うソクラテス、唐谷さんが言ってるソクラテスの話っていうのは、ほぼほぼ、まあ、唐谷さんも直接知り合いだったデリダの話で、一番最後のこの哲学の起源の中でも、ソクラテス以前、ソクラテスとのやってるその問答法、アゴラでの対話っていうのは、デリダの脱構築であるっていう話をされてるんですね。そういうふうに言うと、まあ、結構、これまでの話もつながるのかなと思います。まあ、直接にはやっぱり世界史の起源の続編っていうところなんですけど、まあ、今までの唐谷さんの他の著作とのつながりも、いろいろ見つかる本だと思います。そうそう。それと、で、僕が直接的にこの哲学の起源とつながるかなと思うのは、まあ、この探求に。で、まあ、この探求にもこの、最後の方とかでかなりギリシャ哲学の話してるんですね。で、僕がこの、唐谷さんの哲学の起源の、元ネタだと思ってるのが、この探求に参照されてる、そう、この探、えーと、探、この探求にの、最後の方、まあ、第3章、思想の概要性ってところがあるんですけど、ここでオルテガの哲学の起源っていう本を参照してるんですね。オルテガの哲学の起源はどんな話してるのかというと、思想家と預言者っていう話をしてるんですよ。この議論はそのままこの哲学の起源の第一章の思想家と預言者の話なので、もうこの哲学の起源ではオルテガ参照されてなかったですけど。なのでまあ、そういう意味でも、この哲学の起源は、これまでの唐谷の議論の延長線上にあるのかなという感じがします。探求には本当にすごい面白くて、まあ探求もちろん1も面白いですけど、2も面白くて、一般的になんか唐谷公人は探求1、2まで良かったけど探求3以降ダメになったみたいな、そういうのが一応唐谷さんの読者の中ではなんか定説みたいな感じになってますけど、まあ、つまりだからいわゆる唐谷にすごい批判的な人でさえ探求1、探求2とかすごい評価されてるわけで、まあ、例えば今の東博樹さんとかも探求1、探求2とかにすごい影響を受けてて、まあ、この探求2の固有名論とかっていうのは、東さんの固有名論とかのなんかも本当に原点にあるような話で、まあ、今読んでもすごい面白い内容だと思います。で、あとやっぱり、この哲学の起源っていうこの題名と、東さんの今年出た本で、哲学の誤配っていう本があるんですけど、この2冊っていうのはすごい対応関係にあって、対応関係になる、まあ、題名的に、ね、対応関係があって、体に封じる哲学の起源っていうのは、
アドマさんに言うと、この起源はそもそも誤配であるっていうふうな話になるんですね。まあ、哲学の誤配の方で、唐谷さんのその哲学の起源の話なんてしてないですけど、まあ、論理的にそういうふうになるんだと思います。例えばですけど、この、存在論的、有民的。この本でも、ソクラテスの話をしてます。この本の中で、まあ、アドマさんは結構図書くのが好きなんですけど、この本の中で一冊写真で引用されている絵があって、それが、この、絵はがきですね。この絵はがきの、この表紙にある、この、ソクラテスとプラトンの話ですね。これ、後ろがプラトンで、この前が、これ、ソクラテス。これ、パッと見ると、これ、逆じゃないなと思うんですよ。書いてるのがソクラテスで、後ろから指示してるのがプラトンですね。で、実際には、ソクラテスの言動を、プラトンが書いて、それが後世に残っているのが、まあ、プラトンの著作なので、一見その逆に見えると思うんです。この絵について、デリダは、分析して、まあ、そのデリダの分析について、アズマさんが、書いた文章っていうのが、この存在論的、有名的に、収録されています。まあ、この分析も大変面白くて、まあ、ちょっと引用してみましょう。そう、東さんの文章だと、備えている時のこの辺に、これ、まあ、彼はさっきと同じ絵ですけど、これが参照されている場所があります。まあ、哲学の起源にはソクラテスがいる。そしてその前にはデーモンの声がある。キルケゴールが指摘するように、ヘーゲルはそれを主体的精神の方が、神託という外的関係から個人への、また自由の完全な内面性への移行の過程にあるものとして捉えていた。デーモンから精神が生まれ、以後の哲学史はその自己展開として捉えられる。しかしデリダは異なる。彼は精神の起源にたどり着かない。精神は伝わらない。仮にそれが伝わるとすれば、それはもはやソクラテスの死、プラトンによる父殺し、エクリチュールを媒介にするほかない。だがその時、精神、ガイストは幽霊、ゴーストであり、ガイストであり、私たちは必然的にその反復可能性、複数性に、苛まれるだろう。まあ、ここで言っているのは、まあ、この起源というのはそもそも幽霊であり、まあ、誤配であるみたいな話なんですね。この箇所と、まあ、結構対応しているというか、実際に中では、ソクラテスの弁明から引用されているところがあるんですけども、ここで引用されている部分と、哲学の起源の方で引用されている、部分というのは、こう全く同じ部分が引用されています。まあ、これも有名な部分ですけども、ちょっと読んでおきましょうか。場所が分からなかったと、まあ、内容としてはそのソクラテスっていうのはなんであなたはそんな行動するのかっていうことなんですけど、ソクラテスは自分がなんで行動するのかっていうのを自分では分かんないっていうんですよね。自分がなんで行動するのか、それはダイモンに呼びかけられたり、まあ、デーモン、超自然的なものですね。それに呼びか、それがそうしようっていうから、そうしようっていうか、それに呼びかけられるからやっているのであると。で、ただ重要なのは、ダイモンが呼びかけるのは、ソクラテスが何かやろうとしたときに、そうするなっていうふうに呼びかけるっていうふうにですね、何かをしろと呼びかけることはない、何かをするなと呼びかけるだけであるということです。まあ、で、この部分なんですけど、まあ、これが唐谷さんの文章、本と、まあ、東さんの本、両方で、まあ、同時に同じところが引用されています。そう、まあ、こういう感じで、なんかこう、哲学の起源をめぐって、なんかこう、いろんな話があるんですけども、まあ、実際その内容については、またこの後動画で、しっかり、解説しようかと思います。まあ、軸としては、やっぱり、ソクラテス、まずは、哲学の起源として、ピタゴラスがいる。そしてそのピタゴラスへの批判者として、ソクラテスがいると。まあ、なんかこう、ピタゴラス系列みたいなのが、
ピタゴラスがピタゴラスがいて、プラトンがいて、あとヘーゲルがいてみたいな、あとアリストテレスがいてみたいな感じで、ずらーっとその、ピタゴラス系列みたいなのがあって、一方であのソクラテス系列、ソクラテスがいて、まあ、ダーウィンがいて、フロイトがいるみたいな、そういう体的な評価される軸みたいなのがあって、まあ、そういう、なんかこの2つの軸を、元にして、この哲学の起源を整理するみたいな動画を、作成する予定です。ぜひご覧くださいませ。で、まあ、これは別に、哲学の起源のほか、雑談とかもするんですけど、まあ、なんか、今年は、給付金10万円があったせいで、本当にいろんな本を買いました。面白い本もいろいろありました。もしなんか、今年読んで面白い本とか、もし皆さんあったら、なんか、チャット欄とかに、はい、書き込んでください。僕はね、なんか、今年、いろいろ読んで面白かった本があるんですけど、この、これね、初歩からのシャーロック・ホームズ。これね、すごい読んでて面白かったです。今ね、僕は幽谷のモリアーティっていう、アニメを見てて、これがすごい面白いんですよね。なんか、まあ、ホームズの、まあ、モリアーティ教授っていうすごい悪役がいるんですけど、まあ、その悪役が主人公っていう、本当に、まあ、僕はだから、そのシャーロックキャンっていうほど、ホームズのファンじゃないですけど、まあ、それなりにホームズ読んでたんで、まあ、すごいワクワクするような設定だなと思いながら見てます。で、これは、この、まあ、初歩からのシャーロック・ホームズって言ってる通りで、シャーロック・ホームズ、まあ、翻訳いっぱいあるじゃないですか。もうどれから読んだらええねんって、まあ、迷うと思うんですよ。あと、お話もいっぱいあるので、どの順番で読んだらいいんやっていうのを、やっぱ、初心者は思うと思うんですけど、この辺に関して、まあ、この北沢さん、北原さんが、すごい、丁寧に、解説されてて、あ、これだったらちょっとこの順番に、ホームズ全部読んでみようかなっていうふうに、思うような内容です。ね、なんかあとこれね、まあ、やっぱり、この独学大全、独学大全、これはもう僕も買いましたし、まあ、もちろん監督はしてないですけど、パラパラ読みます。すごい面白いなと思います。面白いというか、まあ、売れるのもよくわかるって感じですね。僕はなんかその、なんていうかな、あんまり方法論とかそんな好きじゃない人間なので、このこういうスタイルの本は、まあ、そんな得意じゃない。僕には向いてないなと思うんですけども、ただ、これを言うのがよく売れるというのはよくわかります。まあ、独学において大事なものっていうのが、まあ、そもそもなんか勉強するため の、 動機づけっていうのが、まずないとそもそも問題にならないし、で、動機づけがあって、じゃあ、勉強したいっていう思いがあって、それをあと持続させるのも大事であると。で、その後に、それを、じゃあどう、効率よく自分が知識を身につけていくにはどうしたらいいのかっていうことを考えたときに、まあ、いろいろ方法論とかも持っているっていう意味で、まあ、すごいなんかシステムティックに構築されているなって思います。あ、山野日常さん、言論戦記。あ、言論戦記すごい面白かったですね。言論戦記は本当に、内容に、まあ、中に、なんか知ってる方ばっかりなので、あの時、言論ではこういうことが起きてるんだなっていうのがすごい、よく僕も読んでて思いました。あと、うさぎさん、あ、鬼滅よかった。鬼滅よかったですよね。そう。僕は今年、クリスマスプレゼントをセレクトしてくれっていう話があって、まあ、子供用意なんですけども、鬼滅の刃全巻と、あと漫画の日本の歴史、講談社版なんですけど、この2つを、セレクトしてみました。もう、鬼滅の刃っていうのは本当に、心を燃やせっていうキーワードがありますけども、何か人の心に火をつけるというか、人を動機づける力としては、ものすごいものがあって、まあ、子供が読むといいんじゃないかなと思いました。何かを頑張ることがいいことなのかどうなのかっていうのは、もちろん、大人になるとね、なんか別に頑張ったからいいことが起きるってわけでもないし、頑張ることがいいのかどうかよくわかんないところもありますけど、とりあえず子供は、なんか頑張ることはいいことだって思っておくのはいいんじゃないかなと思いまして、まあ、鬼滅の刃を選んでました。まあ、なんか、永井仁志さんが昔、善なる嘘っていう言い方をしてましたけども、まあ、嘘なんですけどね、頑張れば良くなるっていうのは嘘なんですけど、まあ、それは、子供はそれを信じるといいんじゃないかなと思いました。なので、鬼滅の刃を読んで、まあ、水の呼吸とか身につけてほしいなと思います。で、まあ、そういう、勉強への動機を、勉強、まあ、勉強でも何でもいいんですけど、まあ、なんか、頑張ろうっていう動機づけを得た上で、じゃあ、何を頑張ろうってなったときに、これなんかいわゆるその人文系の
知識の教養の根本って、まあ、歴史だと思っているので、日本史と世界史ですよね。で、そのうちで、とりあえず、ね、日本の歴史をちょっと漫画で全部読んで、把握しとくっていうのは、まあ、子供にとっては、もちろん受験勉強とかにも役立つし、人生においても役立つんじゃないかなって思いまして、漫画日本の歴史、講談社版の方を選んでみました。で、講談社版の漫画日本の歴史、それ何がいいかっていうと、監修者がすごい良くて、なんといっても、今の若手の、歴史学者の、生きのいいもの、生きのいい人たちっていうのをずらーっと並べて、監修させているので、もちろん歴史の、基本的な内容っていうのもちゃんと押さえているのは前提で、最先端の、歴史へのなんかキーワードみたいなのもいろいろと、網羅されてて、そこはすごい良かったです。まあ、もちろんというか。では、目玉、講談社は日本の歴史の目玉はやっぱ五代雄一さんですね。五代雄一さんが、中世、室町とか鎌倉とか、あの辺を監修されているっていうのもあって、例えば、応仁の乱を読まれた方とかはご存知の通り、応仁の乱の複雑な構図とか、あと、いわゆる日野富子、悪玉説とか、あの辺の話っていうのを、まあ、五代さんが監修して、子供にも分かりやすい形で、物語にしてて、そういうのは、とてもいいなと思います。ああいうのをきっかけにして、五代さんだったりとか、あと、近現代史とか、江戸とか、あの辺を監修されてる方も、若手の優秀な方なので、そういう方の本とかに、まあ、関心が向くといいんじゃないかなと思います。まあ、日本史、世界史でもいいかなと思ったんですけど、なんか来年、角川版の、漫画日本の歴史、漫画世界の歴史が出るんですね。これを監修されてるのが、世界史のグローバルヒストリーとかの研究で有名な方で、それは、まあ、僕実、あの、もし来年もそのプレゼントする機会っていうのがあれば、子供たちに送ろうかなと思ってます。そうね、今年は本当に鬼滅の年で、もうどこの本屋に行っても鬼滅の刃は手に入らないっていう状態が続いて、で、今も手に入らないという状態が続いてたと思いますけども、実際これなんていうか、まあ、流行り物だから、みんな買ってるから買ってるみたいな流れは確かにあって、じゃあ内容としてはそんな優れたものなのかな、みたいな疑問を持ってる人も多いと思うんですよね。でもまあ僕は内容としてもとても優れた内容だなと思いました。実際読んで、これ連載で読んでる時の記憶っていうのが、ある人とない人いると思うんですけど、連載で読んでる時っていうのは本当にもう最終回近くとどうなるんだって感じでしたね。ジャンプって次号最終回ですっていうふうに出ないんですよ。その日、ジャンプが出て、その輪が乗るまで、その回が最終回だって分かんないんですよね。だからまあ別に君と言えばネタバレになりますけど、まあ、炭治郎が最後の方であんなことになって、これこっから終わるのか。次最終回だと思ってたら炭治郎こんなことになって、じゃあ、こっから、ね、続くんだ。じゃあ次はなんとか編みたいな感じで、これが続いていくのかっていうふうに、もう一週間待ちながら、もう、待ってた時っていうのは、もう本当に、まるでね、コロナの騒ぎとかともう重なってたので、本当にどうなることかって感じで、毎週見てましたね。まあ、最後は、ああいう感じになってよかったなと思うんですけど。そう、まあ、だから、ジャンプはね、だから、連載で読んでた人の中では、まあ、他にもいろいろ作品がある中で、もっと優れた作品があるのに、なんで鬼滅だけこんなに売れてんねんっていうふうな、感想を持ってる人もいると思うんですよね。だからね、なんか一週間ペースで読む物語の楽しみ方と、なんか単行本単位で読む、または全巻完結した段階で読むっていう楽しみ方、これ全、なんかね、全部レベルが違う気がするんですよね。僕はなんか週刊ペースではちょっと気づけなかったような構造を、なんか全巻一気読みとか、20巻とか、まとめて読むことで見えてくる構造みたいなのが、まあ、やっぱ鬼滅っていうのはすごい、違ってたのかなっていう感じがします。まあもちろんアニメの効果っていうのもあると思うんですけどね。なんかこう、しのぶさんの、秘めた殺意良かった。そうなんですよね。忍さんは本当に、なんかずっと、なんかね、炭治郎が、忍さん、まあ忍さんいつもニコニコしてますけど、怒ってるんですか？
で、なんかこうね、匂いで、その殺意を察するシーンがありますけど、ずっとね、心に秘めてるんですよね。それが、ね、あの上下の2、ドーマ。ドーマの、ドーマと出会った瞬間に、こう、ね、炸裂する、あの殺意。っていう、まあ、まあ、うまい見せ方でしたよね。本当に。まあ、ドーマ戦っていうのは本当にあの、鬼滅の刃の中でも、まあ、ね、ベスト3に入る戦いなんだろうなと思います。なんか、鬼滅に関してはね、なんか、他、まあ、皆さん劇場版も見られたと思いますけど、なんか単行本には入ってないですけど、なんか劇場版ね、劇場で配られてたこの、こういうね、単行本の形を模した、ゼロ、煉獄ゼロ巻っていう、巻があるんですけど、これがなんかすごい良くて、多分まあエピローグとか、そういうの書いた後にまた改めて書いた話なんですけど、まあ、これがね、本当に、まあ短い話ですけど、鬼滅の刃っていう物語自体をすごい、象徴するというか、表すような、内容だなと思いました。まあ、ちょっとこの、煉獄さんの、独白にあるんですけど、ちょっと読んでみますね。人生は選ぶことの繰り返し、けれども選択肢は無限にあるわけではなく、考える時間も無限にあるわけではない。刹那で選び取ったものがその人を形作っていく。まあこういう独白があるんですけど、まあ本当こういう感じで鬼滅の刃っていうのは書かれたんだろうなと思います。なんかこう、まあ普通に映画とかってやっぱ2時間っていうドラマがこうあって、で、その2時間の中でここを盛り上げて、ここでちょっと下げて、で、ここでまたさらに盛り上げて、ラストに感動させるみたいな感じで全体の構造をバーッと作った後にそれをなんかちょっとずつ微調整しながら全体を整えていくみたいな感じで作ると思うんですけども、鬼滅の刃ってまあ週刊連載なんですよね。もうその時その時も全力で、物語を、作っていくっていうのが、まあ、週刊誌連載の物語の作り方なんですけど、もう本当に毎回毎回いかに面白く作るか、またもう本当に付け出し付け出し付け出しで、まあ、全体として、形としてはすごい多分いびつだと思うんですよ。その映画とかそういうので比べると。でも、まあ、その一瞬一瞬の勢いで作っていったっていうのが、まあ、この独特の形を作っていくっていうのが週刊誌連載の漫画の面白いところで、鬼滅の刃の面白さって、なんかそういうところにあるのかなっていうのは思いました。なんか毎回が全力。無限に考えて、全体を美しく作るっていうんじゃないんだっていう感じですね。で、その瞬間に選んだことが自分の魂の叫びだったっていうふうな文章もありましたけど。そう、なので、まあ僕今ネットでいろいろ鬼滅の刃を読んでますけど、本当に面白い感想が多いですね。まあソクラテスの話しながらずっと鬼滅の話をしてますけども。他。なんかね、哲学の起源、読んだ直後とかはやっぱり全体構造バーッと把握しているので、なんか読書会とか見て、やったら楽しいかなと思ったんですけど、この後ね、どんどん記憶も薄れていくので、もし、今、なかなか言えないと思いますけど、なんか哲学を機に読んで、この辺分かりにくかったなとか、こういうところ、この記述どうなんだろうな、みたいな、なんか思ってる方とかっていますかね？哲学の起源。読みたい、読んだ、また読みたいっていう方、なんか、この辺の記述どうなんだろうみたいな質問あったりしないでしょうか。結構ね、まあ、今、紀伊国屋人文大賞を読むみたいな動画作ってて、いろいろ人文大賞 の本を読み比べたりしてるんですけど、もう哲学の起源はこれ連載っていう形もあるので、まあ、さっきの鬼滅の刃の話につなげると、比較的全体の構造としては、ちゃんとした構造をしているような本ではないです。例えば、千葉雅也さんの、動きすぎてはいけないとかっていうのは、あれ、
やっぱりすごい構造がすごいしっかりしてるんです。あれ論文なんで、論文、なんていうか、もう一冊の形をすごいきっちり作った本なので、一つの本としての構造がしっかりしてる本っていうのはあるんですけど、もう哲学の起源は、まあ、これやっぱ連載をまとめたものなので、あんまりそういう感じではないですね。なので、まあ、例えば記述にはすごいいっぱい重複がありますしね。この文章、何回も、で、な、この本で何回目かなみたいな文章も出てきますけど、まあ、しかし、まあ、その文というか、連載の勢いっていうのは、あるなと思いました。まあ、連載と比べてまだ単行本版でもすごい直されてると思うんですけどね。唐谷さんは、すごい、まあ、東さんもそうですけど、連載版と単行本版で結構文章を変えるというか直す人なので。結構本当に唐谷さんの熱心な読者っていっぱいいて、例えば、誰だったかな？杉田俊介さんとか？確か、何だったかな？マルクスその可能性の中心だったか、意識と自然だったか忘れましたけど、唐谷さんの初期の論文とかで、論文版とその単行文版っていうのは違ってて、その記述の違いの意味みたいなのを、なんか昔ブログに書いてたりしてましたね。まあ、そういうのはなんか僕も、例えば東博樹さんとかでもっといろいろやってみたいと思うんですけど、まあ、なかなか、難しい。でも、唐谷さんはやっぱりそういうのをやされてる方結構いらっしゃるんだろうなっていう感じがします。まあ、こんな感じで、まあ、この哲学の起源、後半、ソクラテス編っていうのを、先ほど収録して、また動画で公開しますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。で、まあ、せっかく、まあ、ちょっと、しっかり読んだ後なのとかなので、もし、できたら、まあ、ネット経由で、哲学の起源の読書会とかやってみたいなと思います。まあ、動画プラス、まあまあ、詳しい、構造的に、この内容を解説したレジュメとかも作って、まあ、ワイワイできたらなと思っていますので、もし、よろしければ、ご参加くださいませ。それでは、終わります。お疲れ様でした。